邪魔します。いらっしゃい。今日は手伝いに来てくれてありがとう。お仕事終わりにごめんね。何その可愛い衣装、いつもと違う。ありがとう。なんたって明日は特別な日ですから。このかぼちゃ、もしかしてハロウィンですか？正解。これはジャックオランタンっていうハロウィンの飾りです。おお、いい感じ、かわいい。ではここで問題です。ハロウィンとは一体どんなイベントでしょうか？知ってますよ。たくさんのいたずらができて、そのお礼にたくさんのお菓子がもらえる日ですよね。ブブー、アンちゃん残念。ローズさんはわかりますか？もちろん。ハロウィンってお化けと戦う日でしょ？ローズさんも違います。って、お化けと戦ったことあるんですか？あるよ、ハロウィン大好き。いや、あれは超胸熱なイベントだよね。そういえば、私が留学してた海辺の小さな国にはお化け勝負の名人がいたな。あ、そうそう、お化けといえば南米に神秘の縄跳びを探しに行った時のことなんだけど、お宝が眠るという伝説の洞窟に行ったら、なんとそこで世にも恐ろしいお化けが。その話はまた今度にしましょ。え、ここからがいいところなんだよ。それでね、その洞窟に行ったらお化けが縄跳びをしていたの。これはきっとお化け界にもアイカツがあるという世紀の大発見に。ローズさん。何何、もしかしてアン、お化け怖いの？怖くないです。でもそれハロウィンと関係ないっていうか、話がどんどんずれていってるじゃないですか。そうだった、ごめんごめん。ハロウィンがどういうイベントかっていう話だよね。しおり先生、教えてください。じゃあ正解ね。ハロウィンは昔の悪い霊を追い払うお祭りが始まりとされているんです。え、知らなかったです。悪い霊、つまりお化けってことだね。いろんな説があるんですけど、仮装をするのは仲間だと思い込ませて連れて行かれないようにするため、お菓子を渡すのは家に入ってこないようにするためと言われています。じゃあやっぱりたくさんのお菓子を用意しないとですね。お化け入ってきたら怖いもんね。違いますよ。ほら、アンってこう見えて先輩思いじゃないですか。花さんたちのカフェにお化けが入ってきたら困るじゃないですか。心配じゃないですか。心配してくれてありがとう。というわけで改めて、今日2人に来てもらったのはお客さんに配るお菓子作りのお手伝いをお願いするためなんです。そういうことか。オッケー。スイートなお菓子作りならアンに任せてください。だ。ん？ローズさん、どうしたんですか？いや、なんか視線を感じて。え？視線？私は何も感じないですけど。なんか誰かに見られてるような気がするんだよね。もうお店も閉店しているし、お客さんではないと思うけど。まさか、お化け？あ、もしかしたら甘い匂いに誘われたドレシアとかかもしれないよ。そんなことあります？まあいっか。しおり、次は何をすればいい？じゃあこのカップケーキにデコレーションをお願いします。了解。おいしそう。できた。この一番上手にできたのは持って帰ってキューピッドちゃんにあげよっと。これだけ可愛くて美味しそうなお菓子だったら、逆にお化けが喜んでもらいに来ちゃうかも。それは嬉しいような、嬉しくないような。よし、じゃあ今日はこのくらいにして帰ろうか。賛成。